今回は日光ですね。栃木県の日光金谷ホテルに行ってきました。外観からして立派な建物で、2階に見えるところがカレーで有名なカフェレストランですね。レトロな車も止まってて、多分送迎してくれるんだと思います。今回はレンタカーで来ました。フロントがこんな感じで、中も内装もレトロですね。フロントの上のところが吹き抜けになってて、ここのところにカフェレストランが入ってます。お土産屋さんもあって、カレー、有名なカレー関係のものは何か買えるみたいですね。部屋に案内されました。部屋はこちら、一室2万円ぐらいだったかなと思います。洋室です。お風呂はシンプルなユニットバスですね。家具なんかも結構レトロな感じがしますね。古いものをそのまま使ってました。特にこういうストーブ、これストーブなんですけど、こういうストーブ珍しいですよね。結構寒い時期に行ったのでストーブつけました。照明もレトロな。これ LED 使ってんのかな、電球かな、わかんないですけど、部屋から見えるようなですね、緑が結構いっぱいありました。2面2方向に鏡、あ、窓がありました。日光金谷ホテルのご案内です。ようこそ金谷ホテルへ。日光金谷ホテルは現在する日本最古の西洋式ホテルです。世界遺産に登録されている日光東照宮や、なんて言うんだろう、新橋っていうのかな。日光の山々を望む高台に位置しています。日本の歴史が最も揺れ動いた明治の初期に営業を開始し、諸外国の外交官や知識人たちの避暑リゾートとして礎を築きました。明治、大正、昭和、そして平成とそれぞれの時を記憶した唯一無二の空間がここにはあります。日常から心を解き放して人生の記憶に残る時間旅行をお楽しみください。明治、大正、昭和、平成、令和もまだ書いてないですね。はい。金谷ホテルの始まり。江戸が明治に変わると、東照宮の門前町として栄えていた日光にも大きな時代の波が押し寄せてきました。明治4年、当時まだ外国人を止める施設のなかった日光の町で宿に困った外国人を多くの全員自宅に招いた青年がいました。若き日の金谷善一郎 金谷善一郎が初めてから金谷ホテルでした。良心的な青年の対応に外国人はこれから涼を求めて多くの外国人が日光を訪れるでしょう。私も友人を連れてくるから宿を生業にしてはどうか、ご助言を残してくれました。その人こそヘボン式ローマ字を提唱し、和英辞典の編纂に注力したヘボン博士でした。彼との出会いがホテル業を始める大きなきっかけとなったのです。明治6年、金谷カッテージインとして夏の間外国人に自宅を提供するようになり、家族総出でお客様のおもてなしをしました。善一郎を筆頭に妻と妹が掃除、子供は鶏の羽むしりなどをしていました。明治11年にはイギリスの旅行家イザベラ・バードがヘボン博士の紹介でカッテージインを訪れました。そして同13年にイギリスで出版された彼女の著書
日本お口機構の中に滞在中の印象が詳しく紹介されると、金谷の名はヨーロッパにも広まりました。エボン博士による知人への紹介もあり、金谷の名は横浜、東京の外国人たちにも口コミによって広まり、イギリスの外交官で日本研究家としても調べるアーネスト・佐藤などがリピーターとして訪れるようになりました。明治23年、宇都宮日光間に鉄道が開通する日光を訪れる外国人の数も増え、日光市内にある外国人向けの大きなホテルがいくつも建つようになります。小さな家で営業するカッテージインの経営は苦しいものになってきました。このホテル競争を生き残るため、善一郎は息子には立教学院で英語の教育を受けさせ、本格的ホテルを建てたいご努力をします、建てたいと努力をします。資金が乏しかった善一郎は偶然にも30年ぶりに資産家の旧友と再会。資金の援助を受け、建設途中で嵐のため損傷したまま放置してあったホテル用建物を取得修繕し、金谷カッテージイン開業から20年目にして念願の金谷ホテルを現在の地で始めることができたのです。以来今日に至るまでお客様をお迎えし続けています。広いロビーみたいなところがあって、立派な革張りのソファーから中庭を見ることができます。綺麗な中庭ですね。反対からロビーを見るとこんな感じですね。ここ1階のロビーでフロント横にあります。で、多分結婚式とかもできるんでしょうね。ここにその結婚式の打ち合わせスペースみたいなのがありました。で、こちらは過去に泊まった有名な人、ヘボンさん、ローマ字で有名なヘボンさんを筆頭に、アインシュタインとかヘレン・ケラーとかそういう人たちが泊まりに来たみたいですね。肩を並べました。私も辺はね、正直名前を見てもあんまりピンとこない人が多いですけど、どうなんですかね。ここに掲げるぐらいだから、皆さん権威があるか名声があるか分かんないですけど、吉田茂ぐらいは僕も知っています。これ日光の市役所ですね。なんか立派な建物で、こちら多分ホテルだと思うんだけど、なんか別なホテルだったと思いますけども。で、本屋さんもね、立派な建物でしたよ。こじんまりした本屋さんでしたけど。で、あとは新聞屋さんですね。これ朝日新聞、これも立派な建物で、で、この新聞屋さんの前に自動販売機がありました。ニュースくんって言って、朝日新聞と地方紙とスポーツ新聞が売っているという感じですね。で、こちらは鉄道の駅ですね。こっちが JR かな、 JR の日光駅で、こっちが東部の日光駅という感じで、東部の方が立派だった印象がありますね。で、スーパーに、地元のスーパーに来ました。というのも夕飯を調達するためです。夕飯はこちら、すべて割引商品です。なんたってホテルの夕飯は万超えちゃいますからね。朝ごはんは外の系列のお店で食べました。で、帰り、行きも帰りもレンタカーだったんですけど、燃費チャレンジしてたんですよ。27キロ28キロってどこまで行くかなって頑張ってやってたんですけども、
最高到達点は29.0ということで、頑張りました。